どういうことでございます。搭載なんかビッグカメラのなんか前でメガホンで話してる人になりたいです。話してる人は素晴らしいです。高校野球といえば、今年の高校野球は東京代表は日大三高イーサネット4のギガビーイーサネット。昔イーサネットって何かと思って、インターネットにつながるんです。 ADSL はとっくになくなってます。というかバイラスフォームアウトフォーコンプレックス、コンプレックスは布袋さん、布袋寅泰、トラヤス、トラと書いてトモと、布袋さん、今井美樹さんは宮崎県出身だということで、海老原由里さんも宮崎出身だ。宮崎の片田舎から福岡大学に行ったというレイバンスという、なんとかなんとか福岡大学といえば目覚ましテレビのショーのアナウンサー、福岡大学わかりません。ミス地域医療といえば、地域医療、赤十字病院、うちの母親、赤十字、山口の赤十字出身です。赤十字から大学に白馬区出身。和光、和光は埼玉県の和光市、なんと板橋区の隣です。埼玉県の和光市は板橋の隣、川越街道から和光市に行く、下赤塚から和光市に入るという、川越街道、甲州街道と同じぐらいですね。ダウ向かい岡高校というのがありまして、アバウトなんとか、インフィニティウィズなんとか、アバウトなんとかっていうことですね。温泉といえば野沢温泉をスキーの時に頼むんですね。検索標準保証以外 HP ケア for 検索、 HP といえば一概の HP でなんかセミナー室を使いそうだ。フェイバリットグラビテーショナル、グラビテーショナルのグラビティですね。重力の問題は重要です。セッティングなんとか、セッティングオブなんとかですね。補正、干渉、空間分解のというのは、顕微鏡のどれだけ細かいものを見れるかという分解能が高いっていうんです。飯島先生が分解能の高い顕微鏡でカーボンナノチューブを発見したという 4.3 メガベクトルディジタルレポーティッドになったかどうか、ジーンなんとかっていうことがありますね。ということで、筒なんとか25メートルっていうことです。これはまだエドモンドです。エドモンド本田さんおめでとう。本田智子アナウンサーおめでとう。もうやめてしまいました。四国出身です。愛媛出身だから分かります。なんかやたら出身を言いますけど、四国出身だとどうなんだっていうこと。カナダからの手紙、ラブレターフロムカナダ、なんか言ってましたよ。カナダマグロヒル大学、カナダなんとか大学、トロント大学のがんの研究の人がいました。小児外科なんとかさがん研究、羽生結弦さんがカナダに行くかもしれない。チャイナなんとか、ホースといえば小児外科といえばブラックジャックによろしくお願いします。ナースです。平行平界、大正なんとか、大正製薬であります。大正製薬ネジの、これネジのカタログですね。これよくこんなに喋れるなと思っていただければ幸いですが、切れ端を感想言ってるだけなんです。
感想を言えば世界が変わるという、例えば乾燥注意報でございます。乾燥注意報で肌が荒れてしまいます。クエスチョンズっていうことでございます。問題、爆笑問題は今日ありますね。サンデージャポンがあります。西川先生は再婚されないんでしょうか。西川先生は早く再婚されてるんでしょうか。分かってます。されたいと思います。主人公が何とか、なんか主人公、いい主人公のドラマ今ま、やっぱりあれですね、愛と稲の元には良かったですね。ドラマで言うと太田なんとか、あのプロデューサーが今フジテレビの社長になった、亀山なんとかさんとか。フジテレビの社長ってそんなあれじゃない、年の人じゃないなと思うんですよね。鹿内会長は北海道出身だとご存知でしょうか。鹿内会長、産経新聞の鹿内会長は北海道出身の早稲田大学で出身だということをご存知でしょうか。でどうするんだっていうね。プレゼンティッド・コンプレヒブっていうことですね。ちなみに読売新聞の、読売の、正力松太郎さんは新潟かどっかの出身だったんですね。読売の新潟、わかりません。正力松太郎、ウィキペディア情報は怪しいということですね。正しいかどうか分かりません。なんとか、なんとか指示30個、僕はアメリカ、コリゾ、ゴルフといえばタイガー打つ、釣り線を自動計算する、改札、スイカを持っていません。池袋の改札は割と緩いかもしれません。アズ、スルー、ザ、パズルといえば、あんまりやったことないですね。昔やってます。廃止交換、金属削体、機械学会は慶応の横にあります。機械学会の、ジャーナルがあります。建設ということ。アイニングということで、部分、行われる日、部活、夏は部活をやっていました。あまりやっていませんでしたが、タレントはなんとか、ゲージ、ミューなんとかなんとか、ヘイチェンなんとかなんとかっていう。東京大学物語っていうのが稲垣さんが言ってましたね。正常化なんとか、要素とは、要素、病原、そうということでございます。日本赤十字社はなんていうか、東高の判断で、なぜかあの銀行のことを東高って言いますね。ミリボルト、 V ミリボルト、オーム、オングストローム、A のマイナス10乗オームストロム、デサイディング、決定します、デサイディングス、体質、磁力線の磁です、影響を及ぼす、影響を検証する、影響評価、環境アセスメント、環境影響評価のことを、環境アセスメントと言いますね。総距離を超えるということを言いますね。総距離、僕は1600キロも歩いたということで、しかしターム・オブ、何年の期間ということ